stress free time。こんにちは、タカです。今日は8月の1日、夏本番ですね。今日も暑かったですけど、これからどんどん暑くなるんじゃないですかね。それで、今日は8月1日ということなので、今日からもう一回ね、体作りをしようと思ってます。まあ、1年3ヶ月ですね、サボったというか、ちょっと筋トレもねやめてたので、体型も変わったんですが、まあ、かといってね、いきなり筋トレガンガンやるというわけじゃないんですけど、まずは、体重を2キロ落とそうと思ってます。前回の動画でも言ったように、今64キロですけど、4年前ですね、4年前の62キロに1回戻そうと思います。で、その2キロは、ここ腹回りですね、だいぶ肉がついて、多分これまでの人生で一番こう腹が出て、横っ腹も肉がついているような気がしますね。もう自分でもなんか情けないですね。なので、まずはちょっとこの2キロ分のお腹周りの肉を取ろうと思っています。で、これから2週間ですね、3つのことをやろうと思っています。まず1つ目が、間食はしないということですね。朝昼晩ご飯以外のものはもう食べないことにします。普段からあんまり間食はしないんですけど、飲み物もですね、3食で飲む以外のものは、もう水かお茶にしようと思っています。それから2つ目は、今2週間前からですね、続けているウォーキングですね。だいたい夜30分ぐらい、歩いてますけど、これをもう2週間続けてみようと思っています。それから3つ目、これが意外としんどいんですけど、姿勢ですね。姿勢をよくしようと思っています。これが多分一番こう中年になって太る原因じゃないかなというふうに思ってるんですけど、すぐね、こう寄りかかったりしてしまうんですよね。例えば朝、通勤で電車、通勤朝、帰りもそうですけど、電車乗った時に、立ってる時にですね、ついついこう壁にね、こう寄りかかってしまうとかですね、あるいはこう椅子のね、こう肘掛けがあると、ついついこう肘をねついてしまう、あるいは机に肘をこうついてしまうとかね、これちょっとしたことなんですけど、こうどれもこうやってる時って、腹の周り、お腹周りの筋肉がすごく緩んでるんですよね。で、これがこう積み重なって、ブヨブヨのこうお腹ができてしまうという、多分これが大きいんじゃないかなと思うんですよね。で、今8月1日の夜ですけど、こう朝から気をつけて、よりかからないようにテーブルにもですねするんですけども、癖になってるんですよね。こうついつい寄りかかってしまうっていうね、それをこう直そうと思って、やっぱしんどいんですよね、この姿勢を保つというのがね。これをちょっと続けてみようというふうに思ってます。まずはこの3つをやってみて、今ぐらいに3つの努力だけで2キロ落ちるかどうか、ちょっと試してみようと思います。また報告はしますけど、今は64キロ、今日の晩ご飯を食べる前で、64キロでした。これをね、第一歩としてですね、もう一回、何ヶ月何年かかるか分かりませんけど、もう一度、自分の理想の
体にしていきたいというふうに思っています。頑張りますということで、これが6回目、まあ6回目はこんなもんだろう。タカでした。バイバイ。おやすみ。以上。